はいどうも、イーソログのイーズです。今回はそうですね、僕の愛車のスズキエブリーの、62V の DIY っていうものが、2020年のね目標の中に入ってます。でなんで今後何を車のね DIY に関してやっていこうかなというところで、告知的な動画になります。はい、じゃあ順番にやっていきましょうか。買ったものですね。このディスクグラインダーと、この車検対応の、ブレーキパッドなんですけれども、このブレーキパッドは車検対応のものなので、車検の時だけ、これに変えて、車検だけ通ったら、また、従来使ってた、ちょっと減ってるやつをギリギリまで使って、もう一回、ブレーキパッドを、モノタロウか、アマゾンの安い方のね、やつにやっていこうかなっていう感じで、ちょっとブレーキパッド代も、節約したいかなっていうもので買いました。で、あとこっちディスクグラインダーなんだけれども、ディスクグラインダーで、スキー場のバイトが終わって今帰ってきて、ちょっとスタッドレスからノーマルに履き替えたんですが、いかんせんブレーキローター、結構錆びてたんで、車検前に、ブレーキパッドも見つつ、ディスクグラインダーでローターもね、ちょっと錆を落とそうかなって感じです。それで買いました。で、次がこっち。一応この USB と、あとはこれ。ミニ平型ヒューズと、ACC からの電源を取り出すやつなんだけれども、いかんせんそのシガーソケットって多分4アンペアかなっていう表記がされてて、で多分今の携帯とかスマホって3アンペアを使うんですよね。一応説明書を見ただけですけども。僕は今これ撮影してるハーウェイのやつもそうなんだけど、一貫線そのシガーソケットだとあんまり充電できてないのかな、ということで。あとその他もろもろ。ヒューズも変えてないから、あとは、ヒューズも変えて、で、車のオーバーホールもやりたいなっていうので、ちょっと買いました。で、意外となんかヘッドライト暗くなっているから、電球とヒューズ両方変えた方がいいかなっていう感じです。はい。で、今度はその、こっちですね、DIY。Bluetooth とこの、カーオーディオとして使う予定のものですね。一応これらの充電するケーブルとか電源ケーブルも、ちょっとこれらで、引っ張り出せたらなっていう感じです。さすがにちょっと、あの車は軽、62V は軽貨物だからあんまり全然装備がないんだけれども、ちょっと寂しいので、ちょっとこういうところで、車をドレスアップというか、乗ってる時にいい自分の好きな曲聴きながら、運転したいなってだけで、これらも DIY としてやっていきます。はい。で、次がこのポイパック。と、これがオイルエレメントですね。これが適合のはずではありますが、ちょっとつけてみます。オイル交換もまた、エクステンションバーでエクステンションして、エクステンションしてっていう、あれはいい、ブログだけで書いてたんで、今度は動画で撮ってみようかなっていう感じです。で、最後に、これかな。一応ユーザーの車検をちょっと今年はやってみようかなという感じになってますね。